今竹千代松田は城内の揚げ野郎に入れられその吟味を受けている。なあ伊蔵、今さら国へ帰ったってしょうがない。エゲレスやオランダの黒船が日本の周りをうろうろしてる。こんな時にだ、こう細かいことでガタガタ勢力争いが激しくては全くどうにもならん。今度こそは俺が薩摩と長州の手をしっかりと握らしてみせる。ないぞ、俺と一緒に九州に行こう。ここを出たら俺の宿の花木屋へ来い。三条小橋の花木屋だ。いいな。決心はついたかや。今日でもう三度目じゃ。今日こそははっきりした返事が聞きたい。土佐藩としてはじゃ、武志先生を罰するに手立てがないじゃきに、近日中には先生は必ず牢屋を出られる。そうしたら土佐は再び金の塔の天下じゃ。しかし今のままではだの岡田、藩の者は必ず恩師に目をつける。奴ら滝先生を罪に落とすためにはわらくず一本でもと必死に最後のあがきを続けちゃう。もしここで恩師が捕まえられれば、恩師の取り調べの期間だけ先生が牢屋にいることになり、そしてそれが長引けば長引くほど今後のわしらの計画に大きな狂いが生じてくる。いや、これは滝先生や土佐勤王党のためだけじゃない、恩師自身のためにもじゃ。路用は全てわしらが持つ。せめて半年、いや三月でもいいから、この土佐から離れてもらいたいんじゃ。この通りじゃ、もう岡田頼む。俺は岡田伊蔵じゃない。無宿門の虎蔵じゃけにの。あのアホったれが今日でのことをまだ根に持ちゅうと見える。では仕方がない。伊蔵は拙者の育てた犬、飼い主の手で始末を。けんどあの犬、あしらがここを出たらまだまだ使えるがの。いや、あした犬はもう必要とはせん。ん？これからはもっと大きな人殺し、
戦争だ。燃え上がる炎、渦巻く煙、再現もなく流すおびただしい血、一匹の異臓ではなく熱に浮かされた何百何千何万の犬がいる。小さな破壊から大きな破壊へ、そしてもっと大きな決定的な破壊へ、それをやり遂げてこそ、初めてこの国にも新しい夜明けがやってくる。お久しぶりです。明日は春祭りだな。お久しぶりです。僕のせいか造り酒屋で、うまい酒は。さあ岡田さん、飲んでください。お前飲め。あ、お前先に飲め。竹地は信用できん。もうこれでつまらぬ疑いは晴れたでしょう。いや、もう一杯だ。大丈夫らしいな。岡田さんも本当に疑い深い。何も僕までよ。俺のような目に遭ってみろ。誰だってそうなる。